ドリップラジオ4やスマイルです。あなたの夢を一生応援します。地球が夢に満ちた惑星ドリームプラネットになる日まで、略して、ドリームプラネットレディオステーションドリップラジオです。今日はですね、私にとって女性として、こんな素敵な、こうキリッとして、そして爽やかで、なんか頼りになる方というので楽しみに参りました。いろいろ教えていただこうと思います。メルクリウスコンサルティング株式会社代表取締役 CEO の細井泉さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。メルクリウスコンサルティング株式会社、はい、ね、この、はい、実はこの放送の前、昨日、前日にですね、FM のラジオで短いバージョンをインタビューさせていただいたので、はい、私はこのメルクリウスってどんな意味ですかって教えてもらったので、はい、単語として人生で初めて聞いた単語で、泉さんのおかげで知った単語です。はい、どんな意味ですか？はい、ローマ神話の、旅人ですとか、商人の、守護神なんですね。はいはい、で昔の旅人商人っていうのは、物資だけではなくて、実は情報も運んでいたっていう、それがかなり貴重なね、ものだったということで、そこから転じて情報を守る神様ですよということで、お名前を、拝借させていただいております。今年の8月に設立されて、はい、個人情報保護対策へっていうののね、はい、仕組みを考えられて、はい、こうすでにスタートされてるという。でもこのメルクリウスっていう単語がすごいかっこいいなって思って、はい、ありがとうございます。いっぱい候補あったんですか？はい、あ、本当、はい、どういうふうに選んだ？かん本当に俺が決める時とか、はい、こういっぱい羅列してとか、紐解いてとかな、それともなんか今ローマ神話ってなんかね、はい、その辺がこうすごくロマンチックな感じっていうか、はい、ヒントのね取られるところが女性のならではなのかなって感じはしたんですけど、その辺はいかがですか、ネーミング？なんとなく思い浮かんだものがポンポンポンってありまして、その中から、2、3日寝かせるんですよ。で、ふっと降りてくる瞬間っていうのがありますので、あ、そこで、あ、これにしようみたいな。はい、こう経営者とか起業家のねキーワードで、こう決断ってよく言うじゃないですか。はい、それのがに決められるか、はい、泉さんはパッパッと決める人ですか？人早いですね。教えてください。どうやったらそれ決められますか？もともとですか？もともとですね、はい、割と決断は早い方です。今日のお昼何食べるのかっていうのはちょっと時間かかりますけども、それ以外は大抵は、それとこれとは別ですよね。はい、なんか自分のキーワードがあるからこうパッパッと決めれるんじゃないんですか？その決めるってことを決めてるのか、はい、その過去にこうだったのがこう変わったのか、ちっちゃい時からそうだったとかいうのも、私の中で決めるプロセスっていうのがありまして、まず必要か必要じゃないか、それは今かその先かとか、そんな感じで何段階に、フィルターかけて振り落としていくと、割とスパッと答えが出るみたいな。それはキャリアもあり、これまでの、辿っていらしたお仕事での実績とかにもつながってきてる感じですか、決めていく？そうですね、割と経験則、ですね。じゃあズバリですね、このお仕事、はい、今、個人情報保護対策っていうのでコンサルティングってね、はい、こう名前もついてるように、もともとそういうコンサルタントのお仕事をされてたんですか？はい、コンサルタントですとか、あと企業研修なんかをさせていただいておりました。どれくらいのキャリアになりますか？コンサルタント自体は、IT コンサルの時代から含めるともう十数年とかになりますかね。はい、その先は先ですか？はい、学校を卒業されて、はい、それでこのお仕事になられるまでの間でもあるんですか？はい、最初はですね、システムエンジニアをやってましてですね、昭和の時代のオフコンっていう、そんな古い機械の開発から、社会人のコンピューター、はいはい、この間ある講演で伺って、孫正義さんがね、ほら、そのオフコンを持ち歩いてたって、今でいうパソコンなんだけどっていう話聞きましたね。はいはい、聞きましたね。はい、来ました来ました、同じ講演会の中で、はい、そのとその頃の言葉ですね、はい、オフコンっていうのは何年前ぐらいって言っちゃっていいですか？20、
だって平成になる前です。はあ、もう昭和。昭和です。こんなあの8インチのフロッピーディスクとかっていう時代です、うんうんうん、その頃に、はい、そういう SE とかそれこそコンピューターに興味を持ってました。実は興味があったわけではなくてですね、うんうん、なんとなく、あ、これから IT が良さそうだなと思って入社試験を受けたら受かっちゃったっていう。すごいじゃないですか。 IT って単語もまだ新鮮だった頃ですよね、目の付けどころ。コンピューターは好きだったんで、もうあんまり深く考えてなかったです。わあ、バリバリ理系ですか。理系ですね、はい、いや、あの詳しくね、今日はあの泉さん の、 あの人生を伺っていきたいと思いますので、どうぞお楽しみに。トトトトトリプラジオ。今日は、はい、大丈夫ですか、はいですか、はい、メルクリウスコンサルティング株式会社代表取締役の CEO でいらっしゃいます細井泉さんとお送りいたします。今あのさっとね、女性としてのその IT ってもののね、目をつけられて早くからそれに取り組んでらして、今のコンサルティングというね、あのそのお仕事もこうやってらっしゃるということで、私とね真逆だと思うんですよ。だからものすごくあの興味があって聞かせてもらいました。完全に右脳派と左脳派の組み合わせですもんね。はい、ね、泉さんはどっちですかね。左脳ですよね。はい。いいな、ロジックできちんきちんとこう話がこう伝えていくタイプ。右脳ですからね。はい。パッ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 ってこうなんかで来たものを掴むチャンスはあるんだけど、これがね左脳の人とはね噛み合わないんですよね。そちらはそちらで言い分があるんでしょうけど、はい、あのどうですか、言ってください。羨ましいです。どういう意味で。あの理屈は、はい、あのある程度あのフレームワークっていうのがあるので、うんうんうん、あのどんな人でもそこそこの水準までは勉強すればできるんですけど、うん、はい、右脳的なひらめきとかセンスは、うんうん、もう努力しても勉強してもお金払っても手に入れることできないので、それはすごく羨ましいです。そうですか、はい、右脳からすると努力しても勉強してもさっぱりわからないっていう、なんか本当本当、あ、そういう人がいるんだみたいな、うん、何が通じないんだろうみたいな、なんかね。でもあのね、こう起業家としてこう活躍されてるから、十分その人たちともお仕事をされながら、さらに経営者として会社をね成り立たせてらっしゃるってことは克服されてますね。助けていただいております、右脳派の方々に。なんか心がけてることあるんですか。あのこういう時はこう自分が引こうとか、わかんないけど、そうですね、あんまり自分が出しゃばることはしないようにしようとは思ってます。素敵。ありがとうございます。本当、それはいいですか。遡って、はい、昔はそういう体験もあったってことですか、はい、あのですね、システム開発でちょっとチームリーダーをやってた時なんかはもう、うん、俺様系だったんですよ。おっはい、とか言って、それいつ頃 の、 あのキャリア的に。20代後半30代前半ぐらいですかね。うん、じゃあちょうど仕事が分かり始めて、はい、ね、あの下にこう、うん、後輩とか部下ができての頃に、はい、やっぱ仕事できる人って歯がゆいでしょうね。歯がゆいですね。なんでできないのって。そう、はい、今思うとも申し訳ない気持ちでいっぱいで、うん。どこでどうそれが変わるんですか。それ素晴らしいと思うんですけど。そうですね、あのこの我が世の春は永遠じゃないぞと気づかされるような、うん、あの一言があったんですね、うんうん、あのちょうど仕事がノリノリで、うん、もうずっとこのままあの俺様イケイケで行くんだろうななんて思ってた時に、うん、あの担当の営業マネージャーからですね、うんうん、ちょっと衝撃的な一言いただきまして、うん、もう40ぐらいになったら、うん、もう開発案件もなくなるだろうから、うん、経理のおばちゃんでもやるかいって、うん、ご自身はいくつの時？34ぐらいでしたかね。あ、じゃあまだまだ今の時代で言うとね、まだまだですよね。そう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 、ただ実際、うん、あの
で私汎用機っていう、うん、結構大型のシステムやってたんですけど、はい、汎用機のフリーのエンジニアっていうのはやっぱり40過ぎると徐々に仕事がなくなってきて、特に女性なんかは体力的なものがあったりして敬遠されちゃうんですね。だから、まあ、そのマネージャーがやったことは、まあ、ごくごく当たり前の、話なんですけど、私にはその経理のおばちゃんっていう一言がぐさっと来まして、なんかこうまとめたような言い方だったり、はい、こう印象、まあ、そこに行ったらみたいな感じが、まあ、多分親切で言ってくれたのは分かるんですけど、そうか、私の開発者としての賞味期限って、あと5年なんだってその時知ってから、いやこれあのもっと謙虚にならなくちゃいけないなって目が覚めました。その言葉があったことによって、はい、あでもそれをその、何仕事での態度を言って言われたわけじゃないわけでしょ。そうですね。まあ、一般的には、もうあと5年ぐらいしたらお仕事なくなるよっていう、そうか、それをこう突きつけられたことによって、その先のさらに自分の人生を考えなきゃいけないと思ったら謙虚になったってことですか。そうです。へー、それはガラリと自分の中で変わった瞬間、結構それまでの価値観とかがガラガラ本当に音を立てて崩れていくっていう、経験しましたね。ショックですね。ショックでした。職場でいうと男女比っていうか、その人数は女性少ない職場、はい、1割いないですね。はい、あ、その中でこう頑張ってるかっこいい女性のはずなのに、はい、今の時代とちょっとね違いますよね。違います。そのその中で頑張っていらした泉さんが今こうやってね、新しい仕組みを作って頑張っていらっしゃる姿はね、まさに憧れです。ありがとうございます。本当に。じゃあ、あのまだまだね、あの、泉さんの個人のことも聞きたいんですが、はい、大事な大事なあの今のお仕事の、はいはい、個人情報保護対策っていうのが何が起きてて、どんなことをされているかを現状も含め教えてもらっていいですか。はい、今の個人情報保護対策というのは、まず、いろんな規約とかがありまして、例えばJISQ15001 とか、ISO とか、まあ、そういったあの規約にのっとって仕組み作りをしましょうよというのが主流なんですね。なので、個人情報保護対策の中で一番大きな分を占めてるのは、ルール作りとそのルールを知らせるための研修なんですね。ただあのどうしてもやらされ感が強くてですね、もう現場で実践してくれない、形骸化してしまう、ただコンサル費用だけは決して安くはない、ということで、あの今ね個人情報漏洩事件あちこちでありますよね。そんな感じなので、実際現場で運用できて、しかもあの他 の, あの業務効率を上げたり人材育成にもあのいいシナジーを与えられるような個人情報保護対策がないかということで、あのこの会社を、ね、立ち上げてサービスを開始したわけなんです。それこそあの現場に即した、ことから始まり、はい、どれくらいの期間を経て、はい、やっぱこうやって専門ので、ね、設立するってなる期間っていうか、今の会社は、割と早かったんです。おやろうと思ってから登記するまで、実は2ヶ月ぐらいしか、2ヶ月、はい、それまでのノウハウなりその、これがいけるなと思ってたのは自然にじゃあできていったものってことですか。その整えて、ね、あのこう焦点絞ってこうやってやっていこうと思うのにはなんか準備段階があるような気がするんですけど、ですね、実は、あの1年ちょうど1年ぐらい前ですか、あの個人情報保護に関するあの企業認証を出している団体の方と、まあ、ご縁ができまして、その時からなんとなく気にはなってたんですけれども、このご縁をどう生かせるのかなってもや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 としたまま、ずっとなんか10ヶ月ぐらいも過ぎてきて、である人さん、あ、これ使えるじゃんって、なんか降りてきちゃった的な、資格を早めにこう取ってらっしゃるのもでも早いですよね、きっと。まあなんか使えそうだなと思ってとりあえず取っとくみたいな。あ、本当に、難しいんでしょ、いっぱい勉強して覚えて、
まあ、元が IT 出身なので、うん、日常的にやってることだったのでね、割と簡単に、はい、それがあの個人情報管理士資格の、はい、そうです、これをじゃ取られて、はい、それをこう知識の中にあるから今やっていく仕事とつながっていって、はい、で独自の形を生み出して、はい、それでね2ヶ月でそのおひらめいてからやっちゃいましたというのは、うん、実際どうですか8月に設立されて今手応えというか反応というか必要とされてる人がいっぱいいると思うんですけど、はい、今実際に個人情報保護対策で大々的に取り組んでらっしゃる大企業さんではなく、うんうん、やらなくちゃいけないけど何していいかわからないっていう中小企業さんから、うん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 、あそんなやり方もあったんだねっていう声を結構いただいております、うん、例えば結構やっぱりみんな無防備な、はい、ところがいっぱいあるだろうって気はしますよね。あります、あります。私たち正直個人もはい、超無防備で、はい、何が流れてるのか分かんないっての本音だし、はい、このね一般の人たちも絶対必要としてますもんね。必要です。それ泉さんの今後次につながっていく感じ、はい、うん、特にあの中小企業さんですと、うんうん、あの2016年に、うんあのまあ、いわゆるマイナンバー法っていうのが前年に施行されることになりますと、うんうんうんまあ、個人情報管理の体制をきちんと取らなくちゃいけないということで、まあ、全ての企業さんね対策しなくちゃいけないんですけども、うん、実はその中小企業さんのもう6割ぐらいが何をしていいかわからないという調査結果ありますのでね、うん、そういった企業さんに情報をお届けしてお役に立てればいいなと思っています、うんなんか言える範囲で何をどうするんですかそのまずこう実際の皆さんに研修、はい、どういうものかっていう現状を、はい、トップの方に来てもらって、いやトップの方の研修もあのもちろんやるんですけれども、うん、もう全従業員に向けてですね個人情報に前向きに取り組みましょうという研修をまず徹底的に行います、うんうん、へえ。それが今までなかったあの個人情報保護対策と、うんうん、あの違うところですね。はあ、すごい。じゃあ十分8月に立ち上げられて、はい、手応えはいっぱいあるみたいですね。ありがとうございます。おかげさまで、はい、いやこの笑顔すごい。では泉さん自身が忙しい中どうやって仕事をやってらっしゃるかもその辺はこの後ちょっと聞いていきたいんですけど、はいはい、あの1曲ねリクエスト、はい、これはあの FM の番組で流させていただくものとしてあのちょっと伺いたいんですけど、はいはい、この後おかけするこの曲の思い出はぜひどうぞ。タイトルは、はい、タイトルはさだまさしさんの、はい、主人公、はい、私もね胸キュンとする、はい、2人で酔ってる場合じゃないけどどういう思い出があるんですか。一番最初に聞いたのが、うん、確か 中学出る時高校受験の時かな、うんうん、その当時さだまさしさんの「セイヤング」っていうあの文化放送のラジオを聞きながらやっててですね、で何気なく耳に入ってきて、うんなんか知らないけれども、うん、涙が出てきちゃって、うん、あの歌詞に中学校として、ええ、あなたが人生の主人公なんだよっていう歌なんですけどね、ええはい、ちょっといろいろ家庭のこととかって悩んでたんで、そこでまたうるっときて、うんうん、でその後高校に入るんですけど、うん、あのうちの高校の時にあのマンドリンオーケストラ入ってたんですね、うんうん、でそのマンドリンオーケストラ の、うん、あのコンサートのアンコールで、うんうん、あの弾いたのがやっぱりその主人公でですね、うん、もうみんな先輩方が今日このステージ最後だよって言うんで、うん、みんな泣きながら弾くんですよ、うん、もうその時の思い出とかですね、うん、もうこう湧き上がってきて、うん、うるっとわ来ちゃうみたいな。じゃあぜひねうるっとしていただく甘酸っぱい青春の思い出で、ね、そうそうそうありがとうございます。さだまさしさんの主人公です。
今マンドリンのね演奏もって伺ったので、音楽の方のいろんなねご趣味とかもありそうですね。あ、子供のですね、幼稚園の時から、うん、あのピアノとかやってましてですね。どんな女の子だったんですか？結構やんちゃでした。本当、あの仮面ライダーごっこやって、はいはい、近所の子供たちをこう、うん、束ねて、うん、あのライダーやってる方の、うん、ちょっと悪役がいたりなんかして。そうなんです。はあ、そういうタイプの。そうなんです。でもあの楽器とかピアノとかもやりながら、うん、まさに才女っていうかかな。運動も好きで勉強もできて、はい、そう男の子たちとも対等で張り合ってる感じのイメージが、はい、あ、わー、泉さんの中でほらこんな女性像とか、はい、あのこんな人になりたいとか思った、はい、なんかあるんですか？こう私キリッとこう進んでる人ってきっとなんかそういうね目標とか、はい、それがしっかりしてる人なんじゃないかと思うんですけど、どうですか？あのうちの高校の大先輩に荻野吟子さんっていう方がいらっしゃるんですね、うんうんうん、あの日本で一番最初にあの公的な医師の免許を取ったという方なんですけど、はい、その方 の, あの、まあ、人生がとてもまた、うん、もう波乱万丈でしてね、うん、身近で聞く機会があったんですか？まあ先輩ですからね、うんうん、ここで話していいのかな？どう、あの大丈夫だろう、はい、大丈夫です、あの多分ネットで、うん、あの検索すれば出てくる話なんで、うん、あの当時ですね、あの旦那さんからなんか性病を移されてしまって、うんうん、でその時女性のお医者さんがいなかったのですごい屈辱を味わったと、うん、だったら私が医者になってやれというので1年復帰して日本で最初の女医さんになっちゃったっていう、うんうん、まあ、すごいたくましい女性なんですよ。そういう方が先輩にいるよっていう聞いた時が高校の時。高校の時です、うん、でよくよく周りを見渡してみたらうちの高校の卒業生ってみんなそういう人ばっかりで、なんか男なんか頼らないわみたいな、うんうんうん、でその姿がまた次にこう受け継がれていったりするんで、ね、あのぜひ聞きたいのは泉さんのね、あのこう、うん、なんか夢に向かって頑張りたい人とか、はい、悩んでる人になんかアドバイスいかがでしょうか？頑張りたい人にアドバイスですか？うん、うん、私も結構いろいろ紆余曲折ありましたけれども、うん、まあ大抵のことはなんとかなるから、うん、うん、だからまあ、うん、終わりよければ OK な気持ちで頑張ってくださいって、うん、なんか人生を変えたこの人の一言、さっきあのね、あの30代の時のって話はありましたが、はい、はい、あります？この言葉が好きですとか。好きな言葉ですか、うん、そうですね、よく、うん、言うのが、まあ、みんなで幸せになろうねって。へー。うん。いうことはよく言いますね。うん、うん、みんなでっていうのは。ではあの最後に、はい、細井泉さん、あなたの夢は何ですか？私の夢ですか。うん、この会社を作ったあの、うん、理由の一つに、まあ、私のようにね、あのもう賞味期限切れるよなんて言われちゃって、うん、今 IT から退いた女性たちをですね、うん、いっぱい今度はコンサルタントとして、うん、あの働いてほしいなと思ってるので、うん、あのまた IT 出身の女性が輝いてほしいなっていうのが私の夢です、うんうん、わー、はい、楽しみです。あのいろんなキャリアを持ってる人がね、はい、あのいろんな家庭環境でそれをなくしちゃうのがもったいないっていうのをね、はい、一番おっしゃってますもんね。そうですね、うん、特にあの女性ってあの子供を産むのにも、うん、限界があるじゃないですか。そこを諦めちゃうのって悲しいのでね、うん、私も出産したのが43歳の時で、そう、まあ、体もきついですし、うん、子供に対してももうちょっと若い時に出てあげればよかったなって思うこともありますね、うん、そうじゃなくてもっと本当に30代ぐらいでプライベートも仕事も両方充実させられるようなね、環境を作ればいいなと思ってます。なんかね、女性たちにとっても大き な, なんか味方で、あのまずあの細井泉さんで訪ねてください。はい、いろんな話が聞けそうで楽しみです。ありがとうございました。今日はメリクリウスコンサルティング株式会社代表取締役 CEO の細井泉さんでした。あなたの夢を一緒応援してます。ありがとうございました。トトトトトリプラ。
で、ユーストリームをご覧の方々にね、プラスの情報であればと思って、実際に泉さんに出会う場所とか、はい、うん、いろんなお仕事も含め、はい、どんなふうにすればいいんですかね。はい、うん、まずコンサルティングの前にどんなことをやってるのかとか何をしたらいいかっていう情報を全国にお届けしたいと思います。これからですね、ご要望があればもうどこでもね伺ってセミナー等させていただきますので、まあお問い合わせいただきたい。11月1日にホームページの方も正式にアップいたします。はい、そこホームページできる前に喋っていただいたんですね。はい、なんかすごい嬉しいかも。本当、はい、でまたね、きっとそういうところに見えるこのね、今日ちょっとちっちゃめですがね、こうやって、ね、名刺のね、このなんかデザイン一つにしてもね、女性としてすごく素敵なこうね、ハートのようなリングのようなゴールドのなんかつながりがある、はい、このおしゃれな感じ、これをぜひ皆さんにも、これきっとねホームページでは大きく出ますよね。はい、はいはい、ご覧いただきたいと思います。なんか女性らしさもやっぱり意識しながらされてるお仕事ですね。私それが素敵だなと思うんですよ。全然意識してないんですけどね。本当。、はい、どうですか自分の中の、うん、むしろ中身はおっさんだと思ってるので、女性らしいって言われちゃうとちょっとびっくりなんですけど。どこがおっさんなんですか。よく同じような女性起業家仲間でも、うん、私たちおっさんだよねなんて言いながらビール飲んでますから。あ、そういう意味でね、私多分表現も同じなんだろうなと思うのは、男前の女子が、はい、周りにたくさんいて、はい、そういう人が自分の周りを占めてて、自分も間違いなくそれだなと思うし、はい、なんか逆に今日あえてね女性がとか話はいっぱいしましたけど、はい、あまりそれを意識しなくって言ってもらえる、うん、自分が嬉しかったりするタイプなんですね。ですか。はい。やった、はい、同じようなこう多分はい、予想終わるんだなって今嬉しいんで。女性からこう相談も受けられるでしょ。私きっとタイプとして、そう、ね、男前の女子だから。どんな相談が多いですか。いろんな相談ありますね。本当に事業計画どうしたらいいとか、うん、そういうビジネス寄りの話から、はい、たまに恋愛相談とか、うんうんうん、逆に彼氏と別れたいんだけどどうしたらいいとか。それバッサリですか、そういう時。バッサリです。なんかダメ男の見方もわかるみたいな。ダメンズ、はい、いいんですけどね。あ、本当、うん、いろいろあります。そう、はい、それバッサリがいいんですかね。ですかね。きっとみんな背中を押してもらいたいんじゃないですか。うん、もうガンガン押します。本当ですか。男性からの相談はもうありますよ。ありそうですね、うん、どんな悩みが多いですか。この間も恋愛相談を受けちゃいまして、はい、はい、もう20代の子に、うんうん、その時もどうなんですか、バッサリ。最後にはバッサリなんですけども、うん、とりあえず年長者として、まあそうだねそうだねって聞いて、うん、でも最後バッサリみたいな。バッサリしたい方に。わあ、でも本当にきっとね、周りにたくさんの人が集まってらっしゃるだろう、絵が想像つくっていうか、はい、相談も何でも OK ですか。 OK です、はい。今月中にお申し込み、無料相談を申し込みいただいた方なんかは、なんかサービスしちゃおうかなと思ってます。どんな風に言っておきましょう。そうですね、うん、じゃあ、うん、初回 の、 コンサルティング、うん、というかヒアリング90分、うん、今月お申し込みの方無料でやっちゃいます、うん、え、今さらっと言うすごいことじゃないですか、はい、90分な、何でもいいんですか。何でもっていうか、まあ、できれば個人情報関係の話がいいんですけれども、うんうん、あ、じゃあ先にそれのでもいいんですか。それでもいいです、受けちゃいます。これ見てる方で、はいはい、もしこんな事例があるんだけどとか、はい、うちはどうしたらいいっていうご相談がありましたら、うん、はい、電話番号とか言っちゃっていいですか。あ、いいんですか。あ、いいですよ、言ってよければ。はい、本当にいいですか。いいですよ、はい、どうぞ。お問い合わせ先の電話番号が048-700-3080、はい、048-700-3080、はい、048-700-3080番、はい、うわ、言っちゃいましたけど、はい、いいですよ、今月中、はい、はい、今月あとちょっとしかないですけど、うん、
でもね、うん、その間にそうやってご縁っていうか、まずちょっと聞いてみるっていうのをきっかけになれば、はい、嬉しい。そして11月1日にはホームページがアップします、はい、そちらでさらに細かくね、はい、見ていただきたい。言い足りないことないですか？大丈夫です早い答えが早い、はい、あとはホームページ見てください。そうですね、はい、これからフェイスブックなんかもやってますので、そうですね、うん、ぜひぜひいろいろ、さらにね、本当にあの個人情報に関しては、うん、やっぱりあのすごいシビアなものがいっぱいあるし、はいはい、あの悩んでる人とか先に聞いたらいいことがいっぱいありそうなので、はいはい、尋ねていただければと思います、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。泉さんでした。